朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、3月12日、朝鮮人民軍第7軍団と第9軍団管下の各砲兵部隊の放射撃対抗協議を指導しました。放射撃対抗協議は、朝鮮人民軍第4回砲兵大会で示された朝鮮労働党の砲兵武力強化の方針を実行している軍団別砲兵武力の戦闘準備状態を不意に選択的に検閲し判定して、全般的砲兵武力を改めて目覚めさせ、砲兵訓練の形式と内容方法を抜本から改善し、訓練を実践化するための戦いを一層力強く展開する火種を転じるのに目的があります。協議はくじ引きで決められた射撃の順番によって、各軍団に装備された各種口径の方で島の目標に射撃した後、射撃の精度と発射準備の速さで勝敗を決める方法で行われました。金正恩委員長は監視所で放射撃対抗協議の順次と方法について聞き、協議を指導しました。金正恩委員長の指示によって、各軍団長が監視所で放射撃を直接指揮しました。各軍団長が射撃の号令をかけると、目標の島は瞬く間に火の海に化しました。金正恩委員長に総参謀長は協議の結果についての総参謀部の評価を報告しました。金正恩委員長は、不意に行われた軍団別放射撃対抗協議に参加した勇敢な砲兵たちの戦闘的熱意と姿勢について評価し、労働党が砲兵訓練の形式と方法を絶え間なく研究し、訓練を実践化することを求めていることについて改めて説明しました。そして、砲兵皆が高度の機動力と打撃力を持つためには、このような訓練を正常化し、これから軍団別対抗協議を頻繁に行って、指揮官から兵士に至るまで勝ち気を呼び起こすのが良い。総参謀部がこれから今日のような方式の訓練をしばしば行うなら、全般的武力の指揮官たちが労働党の砲兵重視に関する思想をよく知って、砲兵利用についての軍事的眼識を高め、砲戦術と砲射撃に精通することができると述べました。また常々強調することだが、訓練での射撃の結果は単なる命中の確率でなく、労働党の訓練第一主義の方針に対する指揮官と兵士たちの観点と立場態度の反映であり、党と人民祖国への忠誠心の高さを見せる物差しである。砲兵たちは砲兵の威力、すなわち人民軍の威力だという党の信頼と期待を胸に深く刻み、自分の戦闘力を絶え間なく強めるため総決起しなければならないと述べました。協議では、あらゆる口径の放射撃で朝鮮人民軍第7軍団が第9軍団に大差で勝ちました。朝鮮人民軍総参謀長のパク・ソンチョン陸軍大将が、放射撃協議で好成績を獲得した第7軍団管下の各砲兵大隊と中隊に放射撃の名人の賞状とメダルバッジを授けました。金正恩委員長は、今日の訓練が人民軍の全般的砲兵武力を改めて目覚めさせる契機に、訓練の熱意と勝ち気が湧き立つ契機になることを望むとし、主体的砲兵武力を一層強めるための重要軍事的課題を示しました。ロシアとエジプトのマスコミが敬愛する最高指導者金正恩委員長を称えました。ロシアのテベロス通信は、金正恩委員長が強調する自力構成の路線は、諸村の実情についての科学的な分析と判断に基づくものだ。金正恩委員長の導きのもと、この8年間諸村が歩んできた道のりと、その日々に完成したプロジェクトは自力構成の真理を立証していると報じました。エジプトの新聞アルナヒルは、金正恩委員長は正しい路線と政策を示して、人民が度重なる前代未聞の試練の中でも勝利を確信し、戦術の突破口を開くよう続いて
ていると伝えました。そして2019年末、諸村では奇跡としか言えない地力構成の創造物が次々と竣工したとし、一心団結した人民の力を固く信じて地力構成の熱風を巻き起こしているのに、諸村の目覚ましい奇跡の秘訣があると書いています。ロシア極東地域キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会のホームページにも、金正恩委員長の指導の正しさを称える文が載りまして、共和国各地の金属工場で生産に励んでいます。キムチェク製鉄連合企業所、ファンヘ製鉄連合企業所、ヒョンジマ製鋼連合企業所では、臨海石鉱山の還元復旧とウォンサンカルマ海岸観光地区の建設など重要工事に必要な鉄板とレールを生産して送っています。ヒョンジン製鋼所、釜山製鉄所でも回転炉をスタンダードで稼働させ、製鋼の原料を十分生産しています。無産鉱山連合企業所、ウンジュル鉱山、チェリョン鉱山では金属工場に原料を十分供給するため、生産の計画を違えることなくやり遂げています。共和国のキムチェク工業総合大学の教員研究者が、新世紀の教育革命に関する思想にのっとり教育と科学研究に励んでいます。大学では教育の内容と形式を革新し、科学技術人材の育成で目星進展を遂げ、経済の活性化と人民生活の向上に役立つ350編余りの科学技術の成果を収めまして、共和国各地で有用動物保護区の創設に取り掛かっています。各道で複数の保護区の整備に力を入れる中、ファンヘ北道ではヨンタン郡とウンパ郡に有用動物保護区を新設して、6万本の木を植え、道路と動物舎の建設も進めています。南部市では韓国区域の数十ヘクタールの敷地を保護区に設定し、環状線道路の建設、数万本の植樹、フェンスの設置などを本格的に進めています。平壌北道では新義寺市とキョルサン郡の有利な地帯を有用動物保護区に定め、道路作りとフェンスの設置、動物の確保に力を入れています。江原道とハムギョン南道、ハムギョン北道、平安南道などでも保護区を設置しています。一方、これに先立ち、国家科学院動物学研究所、生物多様性研究所、国土環境保護省の森林総局の研究者と、各道の森林及び林業部門の設計士、森林監督員の参加のもと、2019年、2020年有用動物保護区の調査が行われました。有用動物保護区を合理的に定める目的で行われた調査では、各地域に分布している主要保護対象の種類と資源量を確定しました。毎年3月から7月までの有用動物保護期間に、動物の餌と繁殖に不利な地域に水たまり、餌の止まり木、鳥の巣、人工の洞穴が作られています。梁丹道サムジュン氏を紹介する新切手が出ました。梁丹道サムジュン氏は、偉大な金正恩総書記が誕生した北東三密への成果がある由緒深いところです。サムジュン氏を社会主義の理想郷、地方都市のモデルに作ろうとの諸村労働党の導きに従って、党の意図を実行するために決起した人民の奮闘によって、昨年建築で民族性と現代感覚、北部鉱山地帯の特性が見事な調和をなし、全ての建築の実用性、多様性、造形芸術化が完璧に実現した人民の理想都市が建てられました。ブロックシート西には、すっかり姿を一新したサムジュン氏をバックに、技術高級中学校、人民病院、ブルーベリー飲料工場、体育館、住宅、ホテルがそれぞれデザインされた切手からなっています。共生在日本諸村青年同盟の東京都本部が、諸村学校幼稚班の幼児教育保育無償化制度の適用のための100万人署名運動を展開しています。共生東京都本部は、昨年12月末から本部管下の専任活動家、団体、企業体の活動家を中心に、日本当局の民族差別行為の不当性を日本市民に知らせる街頭宣伝と署名運動を展開しました。
今年の1月からは管下の17支部を東部東京第1学区、東京第3学区、西南地域に分けて、広範な東方青年に初等学校幼稚班に対する幼児教育保育無償化制度の適用を求める戦いに積極的に加わるよう働きかけまして、この2ヶ月間1000人以上の日本市民が署名しました。報道によりますと、6日旧日本軍性奴隷問題の解決のための正義記憶連帯が声明を通して、女性皆が平等な権利を持つ世の中を作るために引き続き戦っていく立場を示しました。声明は1990年南朝鮮の各女性団体が低身体問題対策協議会を結成し、旧日本軍性奴隷問題の解決のための戦いを開始してから30年になる。旧日本軍性奴隷問題の解決のための戦いの歴史を継承して、女性皆に対する暴力と差別偏見を超えて平等で自由な世の中のため戦いを続けると述べています。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーヨンスク・シンヨンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。夜更けの現地指導、風光に恵まれた山と川、近代的なサービス施設、スキー場、乗馬公園などが見事に調和したヤンドコ温泉文化休養地は、温泉文明といって、この温泉をメインシャフトとして他の文化施設を思う存分利用する人々でにぎわっています。深い山奥に広がる素晴らしい光景がいかにもたらされたかを、来客の誰もが今も熱く思い起こしています。107年、2018年8月、敬愛する最高指導者金正恩委員長が、当時と同時に憩いのひとときを過ごせる総合的で近代的なモデルとなる温泉文化休養地を作る構想を練り、夜更けにヤンドク本への現地指導の塔に着きました。金正恩委員長は数日間あれこれと考えた末、その自由利な地域に選ばれたヤンドク本の温泉地区を現地で考察し、素晴らしい休養地を作るつもりだと言いました。長いこと人員とともに湧出量と風の温度など主な指標について見聞きした金正恩委員長は、その一帯を温泉文化休養地の適地に決めました。そして統合旅館の位置を直々定めて、その周辺に自炊の宿舎も設け、近代的な総合サービス施設を建てるべきだと詳しく教えました。また屋内湯治場だけでなく、屋外の湯治場も築き、個人用、大衆用、治療用の湯治場など様々な温泉浴を提供できるようにすべきだと言いました。人民のための金正恩委員長の献身の足跡があって、朝鮮人民は文化生活を心ゆくまで営んでいます。夜更けの現地指導、交代してお話しました。危険が避けられない現実的な選択肢、日本の安倍政権が放射性物質が含まれている福島第一原発の汚染水を海に流そうとの企図をあらわにしています。先日、汚染水の処理を受け持つ内閣府の一人がある面談の席で政府が作成した報告書に触れました。それによりますと、安倍政権が汚染水を海に放出するのを現実的な選択肢とみなしているとのことです。周知のように2011年3月、大規模な東日本大震災が起きました。震災により福島第一原発が破壊され、危険な放射性物質が大原発に流出しました。
その時流出した汚染物質を浄化する際に出てくる水は、今取り沙汰されている汚染水です。汚染物質を浄化し始めてから貯蔵した汚染水は、昨年だけでも110万トンをはるかに超える状態です。資料によりますと、この汚染水にはトリチウム、シシウムなど危険な放射性物質が含まれているとのことです。研究者と学者たちは、トリチウムだけは技術的に取り除くことができないので、汚染水をタンクに引き止めて統合することを主張しています。その汚染水が海に流れ込みますと、生態環境には甚だ悪影響を及ぼします。さらに放射性物質が魚の体内に入り、それを食生活に利用する場合、人々の生命の安全にも影響結果をもたらすことになります。それで国際社会はもとより、日本の広範な国民も、安倍政権が汚染水を放出する場合危険も避けられないとし、これに強く反発しているのです。ところが安倍政権は現実的な選択肢を運営して、何としても汚染水を海に流そうとしています。実際のことを言いますと、福島第一原発から出てくる汚染水を安全数値に至るまで希釈したり、タンクに保管したりすることは多くの資金を要します。要はここに投じる資金は回収できないもの、一言で言って投じるだけの金ということです。約束のできない長期間の保管に金を使うより、それらしい効率を設けて汚染水を海に流すのがマシだというのが、まさに日本政府の立場なのです。世界人民の生命が危ぶまれ、地球の生態環境が破壊されようと、そのことには関係なしに自分の利益だけを追い求めて汚染水を海に放出しようとする日本政府の企図は、それこそエゴイズムの極みで、周辺諸国はもとより国内でも激しい反発を呼んでいます。安倍政権がこれからも引き続き汚染水の海洋放出を持ち出すなら、国内はもとより国際的にも非難の矢面に立つことでしょう。危険を避けられない現実的な選択肢、交代してお話しました。